はい、秋ゲームズです。隠し世界任務応日と明日のためにの発生方法と進め方と隠しアチーブメント飼い主の本文の達成方法を紹介したいと思います。前提条件は世界任務戒律のカンティクルの最終章までの完了となっていますので、まだの方は概要欄のリンクから解説動画をご覧ください。まず発生させます。ペトリコール町の中央ワープポイントにワープをしていきます。到着したらまっすぐ飛んでいき、建物の右を通って進んでいくと北西方向に家がありますので近づいていきます。家に近づくとムービーが入って世界任務が発生します。ウッスーを猫ハウスに預けるとなっていますが、目標追跡するとすぐ近くにマーカーが出ますので近づいていきます。小屋に近づいて預けるを選ぶとムービーが入って世界任務は完了となります。任務はすぐ終わるのですが、隠しアチーメントがありますので紹介します。ゲーム終了を選んで一旦ゲームを終了してからゲーム開始を選んでもう一度ゲームを開始します。どこでゲーム再起動してもいいと思いますが、任務完了地点の猫小屋の前でやるのが早くていいと思います。ゲームのロードが終わってワールドに入ったら猫小屋に近づくと餌をやると表示されます。猫は小屋の近くにいないのですが、餌をやるを選んで魚肉を一つ入れていきます。 OK を押してしばらくすると猫が出てきてアチーメントを達成できます。以上となります。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価をお願いします。ライブ配信、TikTok、Twitch、X、ブログ、コラボも見ていただけると嬉しいです。